皆さん、こんにちは。バイリンガルハルキストのマサトニックです。えいかいつ、イッツマサトニック。i イバイリンガルハルキスト。村上春樹、ブックガイド短編編14。ドライブ・マイ・カーじゃん。ということで、今日はですね、ドライブ・マイ・カーについてお話をしていきたいと思います。まあ、なぜドライブ・マイ・カーなのかということなんですけれども、2021年1月ののっけからですね、大きなニュースが飛び込んできまして、このドライブ・マイ・カーという短編小説が今年映画化されることになりました。 キャストの発表されてね、なかなかあの期待が湧く、でワクワクするようなキャストなんですけれども、まあ、キャストについていろいろ意見はありつつも、まあ、正直、フクさんがかっこよすぎるんじゃないかというところで、僕のイメージとは少し違ってはいたんですが、それでもですね、まあ、すごく、やっぱ高月君は結構なんかそんな感じかなというところですが、あのすごく。 楽しみにしています。これがきっかけとなってね、えー、ドライブ・マイ・カーなんていうそういう本があるんだ。ちょっと読んでみようかなという思っている方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、このブックガイドがそんなあなたの参考になれば幸いです。これ、面白い話なんですよ、例によって。ということで、今日もですね、あの楽しんでお話ししていきたいなと思っています。それでは早速参りましょう。いつものように3部構成で動画を作っています。作品の概要、そしてお話の ええ、あらすじ、さらにディープに楽しむための方法というところで、お話をしていきます。では、まず、作品概要でいきます。えー、まずですね、この作品、ドライブマイカーは、2013年12月に、文芸誌である文芸春秋に、えー、掲載されました。このぐらいの頃からですね、あの、文芸誌、それ以前は、まあ、読む、なんていうでしょう、習慣ってなかったんですけれども。 村上さんの新作が出るという、なんていうの、例えば、あの、ワンピースとか、そういう漫画がジャンプに載ってるから読もうみたいな、単行本待つ前に待つわ、連載読もうみたいな、そういうノリで読み始めたのは、多分このぐらいからだったので、そういう意味でも、すごくドライブ・マイ・カーは印象に残ってる、思い出深い作品ですね。なんか、あの、仕事をしながら、村上春樹の新作が雑誌に載ってるみたいな、その感覚、わくわくしていた感覚をすごく覚えています。 もう2013年、まあ、12月なので、7年前ですね。うん、思い出深い。そして短編集、「女のいない男たち」2014年の4月18日にこちらが刊行、えー、されました。で、この中の1個目の作品として、「ドライブ・マイ・カーが」が、えー、収録されているということですね。で、この「女のいない男たち」という短編集に関しては以前も他の動画でお話ししていたんですが、この本、これはの文庫版とこの、えー、 単行本とででジャケットがねね違うんですよ文、ね、庫版は文庫版でこの冒頭にやってたこれ、なんか素敵な感じですけども、単行本版の方も猫がいたり、ここに柳の木があって、これ多分この中に女のいない男たちに入っているもう一つの作品、昨日の店の前の風景のイメージかなと思いつつも、こっちも素敵な想定ですね。これですねそう、この本、世界で一番最初に一般読者としては購入したのが。 こののニックなのでですすごく思いい出深い作品ですそして冒頭お話ししたように今年2021年映画版公開されます。楽しみですね。はい、そんな作品です。で、どんなお話かというとですね、えー、こうなっています。短編なのでそんなに長いお話ではないんですけれども、主要な登場人物っていうのが、基本的にこの2人です。カフクさん、これ家に服って書いてカフクさんというのも最初出てきたときに、なんかすごく不思議な名前の人物が出てきたなと思ったんですが、カフクさん。 と、えー、渡里美咲というこの2人の人物の会話が基本的にはあの作品を構成しています。ただ、こっちにこの三角関係ができていて、これが一方で話の、まあ、主軸というか、木にはなっていますと。カープさんは俳優さんなんですね。えー、ある程度年齢もいっている、あの中年プラスアルファぐらいの、よりももっとか、50代ぐらいのイメージの俳優さん。で、そのカープさんの奥さんが、 いてでカフさんの奥さんは実はこの物語が始まった時には、まあ、亡くなっているという設定なんですね。でその奥さんともう関係があった高槻という、えー、10歳ぐらい年が若い、はいえー、これもまた同じく俳優さんというそういう形ですね。で、このカフさんがちょっと事情があって、普段は自分であの運転をしているんですけれども、ちょっと事情があって、ドライバーを急遽見つけなければいけなくなったというところで、そのドライバーとして登場してくるのが渡美咲。なぜかですね、彼女だけフルネームなんですよ。 他は、家福はもう本当、家福としか出てこないです。で、妻に至っても妻としか出てこないので、あのま、全く名前わからない。英語版はね、なんか名前がついてました。なぜ、どういう経緯で名前がついたのかもちょっとあの考えてみると面白いかなと思いつつも。で、高槻さん。高槻さんも名前がついてない。で、高槻はあれですね、蜂蜜パイの高槻と同じ名前なんですね。もちろん違う人物なんですけども、同じ名前が、全然違う人物の同じ名前が当てられてると、なんかそれはそれで結構レアケースなので、この、 高槻というネームの意味を考えてみるのも面白かったりするんじゃないかなと思います。はいまあ、こんな、えー、関係、なので三角関係プラスアルファというようなあの関係図になっています。でこれらでどういう話が専属かあの進んでいくかというと、まずカフクさん、先ほど事情があって,があって、えー、ドライバーを雇わなければならなくなったと。美咲、彼女がもうめちゃめちゃ運転がうまいというところなんですね。 反女性蔑視なんじゃないかと思われるような描写が延々と続くんで、その時点で嫌悪感を抱く方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、女性の運転する車にはあまり乗りたくないっていう、このまあカフクさん言ったらまあおじさんじゃないですか、ちょっとこう、初老に近い形の、そのおじさんが延々と女性蔑視とも取られないかねない発言をするので。 あのすごく嫌な気分になる人は嫌な気分になるかもしれないなというところが続くんですがその後にまに、あ、っていうまあ格差の要は女性が運転する車に乗るのがきあまり好きではないっていうパーソナリティがある中でそんな彼が認めたこの渡美咲車運転するのめちゃめちゃうまいし何よりもすごくリラックスして車運転してるとこが気に入ったか,かつあの無口なんですねっていう彼女がドライバーになるところから物語が始まります。 で2人、まあ、彼女の,ドあの運転でいろいろ仕事場を回っていく日々が始まるんですがそんな日々の中でいろいろこの2人の間に車を乗っている間のコミュニケーションが生まれていくんですねでその中でこのカフさんとカフさんの奥さんそしてこのと高槻とのこの三角関係についてのいろいろな話が語られていくっていうそういうお話になっていますで、まあここから先はぜひ、ねまあ、そんなに長い話ではないのでぜひ読んでいただいて、まあ、どんな 参加関係だったのかというところで、それがどういう意味を持っているのかということは、ぜひあの読んでいただければと思いますが、このまあ不思議な、よくある話、特にね、これ芸能界の話だったりもするので、ありそうな話といえばありそうな話ではあるんですが、カフクさんから見た高槻、高槻から見たカフクさん、あるいはその両者から見たこのカフクさんの奥さんという、このそれぞれの目線で見たそれぞれの人物がどういうふうに映っているのかみたいなところが、 読んでいくと深く読んでいくといろいろ見えてくるところがあって、そこがすごく面白いお話じゃないかなというふうに思います。話そのものはね、何て言うんでしょうね、うん、こう、まあ、いわゆるそのストーリーものというか、次はどうなるんだろう、次はどうなるんだろうという展開、まあ、もう一部ありつつも、それがメインっていうよりかは、淡々とこう語られていく感じが、まあ、本当に2 0 1 2 0 0 0これ1 0年、 3年だっけに出たものということで、まあ、割と最もう7年前とは言っても、言ったらまあ最近といえば最近なんですよ、もう1984より後のに出たものなので、あったりするので、本当に村上さんの初期の作品とは、だいぶ毛色そのものは変わってきてはいるんですが、でもやっぱり村上文体は健在でっていう中で、読んでいて,いて、ああ、村上春樹の文章だなと思いつつも、でも結構その。 よりディープな世界観すごい丁寧に描写されているんですよねあの。昨日ちらっと英語版の方を目を通してたんですが、結構要所要所にハイライトしてあって、Kindle で読んでるので、他の人がハイライトした場所が見えるんですよ。それ見てると、あここ確かに良かったなっていうところにが大体結構僕と被っていて、英語版の読者の方が。なんで割と やっぱそこ線引くよねみたいなところが結構ね、何箇所もあったりするので、そういう意味でも読んでいて、繰り返し読んで読み耐えるというか、読んでみて面白い作品なんじゃないかなと思います。さて、ではこれをディープに楽しむ、ディープリーディングです。こんな風に読んでみたらより面白いんじゃないかという僕からのサティッション。これはもう外せないかなというところで、ドライブ・マイ・カーっていうタイトル、これどういう意味なのかと、どういう意味が込められているのか。 とというこはやっぱり考えてみたいいなと思います考えてみたらいいんじゃないかなと思います。で、ただ考えるだけではなくて、ドライブ・マイ・カー、あのまあ、説明がなくても分かる方は分かるかと思うんですが、ビートルズの有名な曲ですね、ドライブ・マイ・カー、チャンチャンチャンチャラナンラみたいな形で始まる曲なんですが、これね、ドライブ・マイ・カーって明治的に村上作品で出てきたの、多分 過去にはあったかもしれないですけど、多分今回が、まあ、タイトルになったのは本当初めてで。でも一方で、ドライブ・マイ・カーっていう曲は、ラバー・ソウルというアルバムに入ってるんですね。で、この動画もちょうど一つ前に撮った長編編のブックガイドを、1973年のピンボールで、双子がラバー・ソウルを聴いていて、まあ、僕とコミュニケーションを取るっていう、で僕も含めてみんなでちゃんと聴くっていうシーンがあるんですが、 ラバーソウルのレコードを普通に1曲目から聴き始めると、まず流れるのはドライブ・マイ・カーなんです。ちゃんちゃんチゃんじゃんじゃが最初に流れてくるというところではあるので、もう1973年のピンボールの時代で、実は村上ワールドにドライブ・マイ・カーは登場していて、主人公たちはその音楽世界を聴いていたということがあるんですよね。で、だったりもするので、そのままドライブ・マイ・カーを聴きながら、ドライブ・マイ・カーなんであのこ,うこの、 この物語、このタイトルが、まあ、もちろんね、美咲が車を運転してはいるので、で、まあ、ドライブ・マイ・カーなんで、僕の車を運転してくれという意味では、この加福さん目線でのものにはなりつつも、一体なぜそれがタイトルになっているのかっていうところから考えてみると、よりちょっとディープに楽しめるんじゃないかなと思います。で、ね、ドライブ・マイ・カー、僕もすごい好きな曲で、もちろんビートルズの現場もすごくいいんですけども、結構いろんな人が、 アレンジバージョンとか、カバーバージョンやってるんですね。で YouTube でドライブ・マイ・カーって検索すると、名前をちょっと忘れてしまったんですが、後で見つかったらリンク貼っとこうと思いますが、女性の,あのシンガーの方が本当にあのなんだろう、バーみたいなところであの軽い感じで演奏している演奏があって、それくめちゃめちゃかっこいいんですよね。基本もうまんまなんです。ビートレスの今ほぼ一人の弾き語りに近い形で、バンドだったかな。まあ、でもやってるんですが、あの 何て言うんですか、その今っぽくアレンジしてるとか、そういうことも全然ないんだけど、完全に今の音になってるっていうのが、すげえめちゃめちゃかっこいいなという動画が、えっと、演奏があってですね、まあ、それちょっと、そういったものも聞きながら考えてみるのも面白いんじゃないかなと思います。で歌詞もね、ドライブ・マイク・クカーの歌詞も改,改めて参照してみると、もしかしたら面白いかもしれないです。そして2つ目、三崎の試運転ルートをたどってみるところで、まあその カクさんが岬を雇うにあたって、まあ、そのドライブテクニックをちゃんと運転できるかどうかを試すためにあの、まあでしょうね、試験みたいなことをやるシーンがあるんですね。それもちょっと面白いなと思ていつつも、そのルートが麻布、ねまあの辺りなんですよ。その辺り、馴染み、麻布とか疲労とかあっちの方で、馴染みが微妙にないんですよねあの。割とそのこののエリアの ついちょっと隣ぐらいで働いていたりなんかお取引先の会社があったりして行ってはいるんですがこのまさにこのドンズバのルートのところは多分そんなに歩ったことが歩ったり車乗ったことが多分タクシーで通ったりとかぐらいしかなかったところなんで普通に本を読んでた時に微妙に有坂公園とフランス大使館がなんとなく あの場所がわかっピンときたので、あと天元寺の交差点っていうのが全然わかんなくて、えどこだとかって Google マップで探してたりしたんですが、あ,あこの辺りのエリアっていうのがわかって、これ皆さんもね、Google マップ見ていただくとわかると思いますし、僕もあのバーチャルツアーまたどっかで動画撮れたら面白いなと思うんですよ。天元寺の交差点から始まって、メ治ジアに行ってで、これ英語版だと、メ治ジア的なに言われても全然わかんないん、ね、で、メージアスーパーマーケットっていうふうになってまして、なのでスーパースーパーマーケットですね。 でアリスガ公園、アリ公園すごくいい公園ですよね。行って、フランス大使館のほう回ってくるって、このルートを多分ね、マって見るかり、そんなにすごい距離じゃない、ちょっと本当、試運転でバッと回ってきたぐらいなんで、歩っても歩けるかな、まあ、車、あの運転される方は車で回ってみると面白いんじゃないかなと思いつす。も、やっぱりね、その車のから見える景色、まあ、さらにね、わくば、 あの助手席というか、から見ると下腹視点で見えるので、またなんか面白かったりするんじゃないかなと思います。自分で運転してもね逆に三崎視点で見えてきて面白いかもしれないし、まあ、歩ってみても面白いんじゃないかなと思います。もうちょっと今度、あの今ま、あまあなかなかね、外で歩くのが難しい時期ではありますが、歩ってみたいなというふうに思っています。のの、うん、のあたりすごくいいいいい気持ちいいところなのでうが でこれは別に、えー、とディープに楽しむって書いても、これをやってみると何かが分かるかどうか分かんないですけど、もしかしたらなんか分かるかもしれないんですよね。あこういう景色を見ていたんだっていう。で、これあの、ノルウェーの森の散歩道を、渡辺くんと直子の散歩道を前にバーチャルツアーを一本だけ動画撮ったんですが、その時に見て、あれここに書かれてないんだけど、このルートをたどっていくと、絶対これは見,えて,る見ているはずだよねっていうものに、あえて書いてないけど、絶対。 そこく人たちに見えててるるものとかが出てくるんですよノルウェーの場合、俺の場合だと靖国神社がそうで、靖国神社の前を通ったなんて帰ってないんだけど、あのルートをたどったら、絶対靖国神社が見えているはずなんで、だから何と言われればそれまでなんですか、なんか意味考えたくなるような建物とかが出てきうるんですよね。これも、そういうのがなんかあるんじゃないのかなという気がして、まあ、実際に現地に行って、まあ、もちろん今、ストリートビューで見るとかでもあれだと思うんですが、見てみるとなんか楽しいんじゃないかなというふうに思います。 はい、で3つ目、バーニャ王子を読んでみる。アンコー・バーニャですね、これは、はい、あのロシアのあれチェホフ,フであってるよな、チェホフ,フの、えー、戯曲ですよね、の台本というところで、まあ、これはなんか作品、ドライブ・マイ・カーの中だと、日本に舞台を移してっていうものになってますが、な,なんかそういうのよくやりますよね、日本の劇界だと。シェイクスピアを現代に移してみたりとか、まあまあ、外国でもやってると思うんですが。はい そんなバーニャおじさん。バーニ,ーニャおじさんとかですかね、日本の作品名だと。を読んでみても面白いんじゃないかな実は僕、まだこれ読んでいなくて、毎回最初に読んでるから、せっかくいい機会だからバーニャおじさん読んでみようかなと思いつつ、うん、そうですね7年間放置しているという、本当にいい加減読んでみたいかなと思いますが、多分これも、あの例えば桜の園とか、 あの他の作品ではなくてバーニャオジが使われているっていうところにはしかもセリフまで出てきてるんで結構意味はあるんじゃないかなと思うので読んだことがある方はなんでこれが使われてるか考えてみると面白いかと思いますし読んだことない方結構多いんじゃないかなと思いますのでこれ機会にそういう戯曲に触れてみるっていうのも面白い機会になるんじゃないかなと思います。はい、ということで以上がですね「ドライブ・マイ・カー」をディープに楽しむためのブックガイトでございました。 最後まで視聴ありがとうございます何よりもね、まず今年の映画化に向けて、ドライブ・マイ・カー、まだ読んだことない方はぜひこちら手に取っていただいて、読んでいただけると楽しいかなと思いますし、読んだことある方、映画に向けてちょっと復習一緒にこの動画も使いつつしていただけたら幸いかなと思います。はい、それでまあいつものようにえ面白いなと思ったら、いいねをしてもらえるととても嬉しいですし、チャンネル登録していただけると、大体ね、週に3本ぐらい動画が出てきますので、それをまあ、 まあ、漏れなく見れますのでぜひぜひチェックしてみていただけると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょう See you